さあ、ということで、クライスター今日もやっていきましょう。まずは、セレマー。セレマー。かわいいな。何度見てもかわいいな、セレマ。いや、この最終回まで言ってるかもしれない。もしかしたらずっとかわいいなって言ってるかも。猫派のはずなんだけどな。ワンちゃんこう見るとすげえかわいいなって思っちゃう。まあいいや、ということで、狭間の町、勇気の記憶、ここから行きましょう。レッツゴー。私が頑張らないと。右手をスラッシュ。待ち遠しかったよ、レイちゃん。レイちゃん、レイちゃん。なでなでしたい。どうして私への好意って全部歪んでるんですか？安心せよ。そもそもわしはお主のことなど、滋賀にもかけておらんからな。あの、勇気って何を目的としているんですか？なんじゃ、やぶから棒に。勇気が聖者や死者の魂を集めていると聞きました。どうしてそんなことを？心ちゃんが言ったのかな。それはね、勇気は魂をたくさん吸い込むと蘇りできるからだよ。この二人が手を施すの、ま、何をするのかわかんないけど、まあ、ね、イデを七つ集めようとしてるわけで、その、それを集めた上で二人がすること以外にも、魂を集めることで復活もできるんだ。その場合って、どうなんだよ。まあ、死んだ判定になってるはずだけど、勇気とかって。未来ちゃんの場合はね、ちょっと特殊だからさ、状況が、こうなってるけど、そういった人たちの場合って、もう何もかもがリセットされた状態で戻るのかな？その死ぬ直前ぐらいまでに。ちょっとそこら辺はわからんけど。よみがえり。勇気も生き返ることができるんですか？そのためには、膨大な数の魂を吸魂せねばならんがな。吸収した他者の魂に負けない自意識と、他者の魂を犠牲にすることを厭わないエゴを貫く生への渇望、その全てが必要じゃ。ほとんどの勇気は互いに争う中で自意識を失い、他の勇気に吸収されるか。僕たち管理者やその代行者に駆られるんだよ。天国のゴミは潰さないと。プチプチって。天国はあくまで魂のクリーニングと輪廻転生を行う機構じゃ。よみがえりを願い活動する奴らはイレギュラーじゃからな。それゆえ、よみがえりに成功した勇気は天国の歴史上ほとんどおらん。何体かはいるんだ。だからあなたたちと契約した私の試練が勇気を倒すことなんですね。納得したなら、やることは分かっておるじゃろ。お掃除頑張れ頑張れ。じゃあ頑張りますか。行きます。ショップ、ご入り用は何？特に会話はないんだ。前回はまたのご2回目の会話あったけど、さすがに3回目以降はないか。まあなんか一定額購入したら新しい会話増えるとかはあるんだろうけど。よいしょ。危なっ。目障りです。えいやっさ。だいぶらサクサク倒せるようになったな。レベル11になって、かつ結構うおーびっくり、結構装備とかも揃えたからだいぶ楽になったね。もうこの辺は。なんだ。戦いも慣れてきたようじゃな。守護者の力も使いこなしておる。だいぶ慣れてきたよ。結構レベルも上がったしね。何の用です？レイちゃん怖い。
ピリピリしてる。疲れてるんです。用がないなら先へ進むので消えてください。少しでも早く試練を終えたいんです。いい心がけじゃ。じゃが気をつけた方が良いの。このずっと先にレイちゃんより怖いのがいるよ。中ボスとかかな。さすがに大ボスはまだだろうから。一筋縄ではいかん相手じゃ。心するがよい。まあ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 、さすがにね、こうマップ上にあるちょっと強い勇気と大ボスだけじゃちょっと物足りないから、ね、中ボスぐらいも用意してもらわんと。ちょっと楽しみだな。おん、我が主よ、この先に異質な勇気の気配を感じる。あ、やっぱ出てくるんだ。あー、インストール終わりました。エイペックスやばい、これで今のでいつ撮ってるかバレちゃうな別にいいけどその勇気強いんですか。さようだが、万全であるならば恐れることはない。まあ全然いいよ、質問。行きましょう、ヘラクレイトス。我主の意のままに。ヘラクレイトスが教えてくれるのはありがたい。どうなるかなメフィスちゃん。さてノフェレス、しかしあれはやはり奇怪な守護者のようじゃな。他の守護者とは異なる不可思議な理念を感じるの。そう、壊れてるんじゃない、結婚守護者楽しみ。ふむ、他の守護者とはまたヘラクレイトスはちょっと違うのかな。結構別に強い、行きます、弱い、強い弱いで言ったら普通に弱くはないっぽいし、あ、まあ神様の中で言ったら弱いのかもしれないけど、まあ、まあちょっと型お方すぎるところはあるけど、全然いいやつだと思うけどね。あー、いつかお前と戦うんだ。ごめんなさい。あだだだだだ。アイテムこれはできないんだ。じゃあ入ったら使おう。行くぞ。あの時の。遊んでくれるの。未来の手をつかめなかったのも、約束を守れなかったのも、全部あなたのせい。遊ぼう。うるせえ。もう逃げない。あの時とは違うんです。すげえジリジリするねえ、エフェクトかかってっからすげえ身が痛い、これ聞くたんび。エピキュリアン、すげえ名前。ってところで悪いけど、これ両方使えるのかな。これ使って、あ、使える、 OK、 いい子、よしよしよいしょ。下に HP バーがあるんだね。そう、忘れてた。てかそうだ、せっかくだからさ、これ使ってみようぜ。一回も使ってねえんだよ、この時のために。ほい、おお、強いね。結構削れた、ありがてえ。よいしょ、危ない危ない。あらとし、いってえな、おい。当たらぬ、遠距離でボン。よし、オッケー。まあまあそんな苦戦することもなく、ちょっと厄介だったけど。知りたくない。
ああ、自分で操作する。え？何これ？ん？What？あ、ボイスないんだ。私は何でもできる子供だった。他のどの子よりも早く文字を覚えた。ママもパパも笑顔で喜んでくれた。難しい計算問題もスラスラ解くことができた。周りの子は私を気味悪がったけど、ママとパパだけは天才だって頭を撫でてくれた。学校で私はまるでそこに存在しないみたいだった。他の子だけではなく、先生も私のことが見えていないみたいだった。たまに目が合っても気持ち悪いものを見るような顔で私を無視した。それでも、ママとパパが笑顔なら、私は幸せだった。私みたいな子供は、本当は違う学校に行くものらしい。でもママとパパは普通の人だったから、私も普通の学校に行った。そのことを、なぜかママとパパはずっと謝っていた。いい学校に入れてあげられなくてごめんなさいって、泣きながら謝っていた。いつからか、ママとパパも、私に笑顔を見せてくれなくなった。もう、褒めてくれる人は誰もいない。だから、誰も私のことを見ていなかった教室で、私は、これで明日の朝、みんなが私を見てくれるかな。見てほしかった。ここにいるよって気づいてほしかった。私は何でもできる子供だった。でも、友達だけはできなかった。ゆらゆら揺れる私は、最後まで一人ぼっちだった。でもね、短い間だったけど、私はママとパパの子供でよかった。好きだよ。ああ。メガネ。つっちゃったか。上出来じゃな。さ、とどめを刺すんじゃ。だった。まだ子供だった。まあ子供じゃなきゃ遊ぼうよなんて言わんわ。ん？確かに子供の魂だね。それがどうしたの？小さな子供だったんです。ただ友達が欲しくて泣いていただけなんです。だからそれがこの子の魂を狩るなんてできない。あれ、早く仕留めるんじゃ。このままだと逃げちゃうよ。もし逃がしたら契約がどうなるか知らないよ。ダメ、できないよ。ありがとう。逃がしちゃった。いいの？なぜ逃がした？子供であろうと勇気は勇気。蘇りのため場合によっては聖者すらも襲う怪物じゃ。子供はかわいそうだから狩れないと言うなら、なぜ大人は狩ることができる？それは生殺与奪をお主が選ぶことはただのエゴであろう。同じエゴを通すなら妹のためであるべきではないのか。生殺与奪の剣を他人に握らせちゃいけないんだよねえ、義勇さん。あれ、鬼滅って何年だっけ、最初のアニメ。このゲームが2018年だか7年だったかな、だけど。その前に偵察与奪のうんたらって言ってる。偵察与奪って言葉自体は日本語であるんだから、そりゃ当然だよ。未来。ああ。真面目そうなレイちゃんが僕たちとの契約を無視するなんて。ペナルティとして。試練を追加しちゃおうかな。未来ちゃんの魂を見つけづらいルートで
試練を出したり、それが理由で時間切れになって後で後悔したりすると面白いかもなんて時間切れ。未来の魂は今も変国のシステムによって深く深く仮想へと沈んでいっておる。前に言ったよね、変国の最深部には歯車があるんだよ。再生の歯車といってな、魂が物質界で得た全てのもの、記憶などを消し、新たな生物の魂として再誕させる機構なんじゃ。魂が再誕されたら、もうわしらの力でも未来として蘇りさせることは不可能じゃ。つまりね、未来ちゃんを取り戻したければ、魂が歯車に到着する前でないとダメってこと。試練の行き先は、未来の魂が漂うルートを選んでおるが、それはあくまでわしらの恩情、わしらの気分次第ということを理解せんとな。勇気に同情しておる余裕なんぞないということじゃ。そんなの、私、知らなかったから。前言ってなかったっけ、そんなこと。今の勇気を逃がしたこと、死ぬほど後悔してる？ねえねえ、答えてよ。ねえってば。魂の道である変国の旅路は49日。さて、いかほど残っておるかの。お姉ちゃん。え？急に？お姉ちゃんは私じゃなくて他の子を助けるんだね。ほら、お姉ちゃんが私の手を掴んでくれないから、見捨てたりするから、バイバイ。未来、未来、うん、違うの、見捨てたわけじゃないの。悪夢か。未来、未来、お姉ちゃんは未来のこと一番に考えてるから、だからお願い、行かないで。バイバイなんて言わないで。セレマ、心配してくれるの、うん、ありがとう。なでなでわしゃわしゃ。稲月、かわいい。ごめんね、未来。もう、迷わないから。もう、第二章、復讐の礎。第2章入った。早いね、結構。任意試練。思想が増えました。任意に挑むことができる試練。クリア済みの天国で勇者、勇気を、スピリットの仕組み。へえ。まあ。行っても行かなくても。いや、もうそう、忘れてた。とりあえず浄化しないと。行っても行かなくてもいい、ちょっと、いいマップって話やな、要は。涙の辛さを知ったから。あ、なんか知らんやついっぱい。強さもあるはずだから。他は他、5枚上。なんかいろいろゲットしたよ。いや、なんか、さっき悪夢見たりとかさ、なんか妹のために産んだら、って感じでやってるけどさ、結局、まあ、自分が暴走気味だったとはいえ、自分で自ら切っちゃったわけだからさ、まあ
まずはとりあえずな、ね、復活させてからのことは後に考えるとして、復活まずはさせてあげようっていうことで動いてるんだと思うけど、多少なりとも恨んでる気もするんだよな、未来ちゃん。だって大好きって言ったのに、大好き、こんなに大好き、お姉ちゃんのこと大好きなのになんで切ったのとかなりそうで怖いんだよな。そう、前も言ったけどさ、そのロード画面で結晶あれ、イデアがさ7つ集めなきゃいけないってやってるけど、7つ集めてからプラスでなんか3つでかいのは集めなきゃいけないっぽいって話はしたと思うけど、7つ集めて復活させてからやっぱ未来ちゃんとなんかいざこざがあって3つ集めるみたいな感じになる気もするんだよね。予想だけど、まだ全然わかんないけど、そんな感じになりそうだなって俺は思う。お、あら、やっほー、ほころちゃん。レイちゃんにも報告しとこう思って。結局上層でアナムネ室は見つからへんかったわ。もっと変国の深い場所へ移動したんやろな。そうですか。ずっとあいつを追い続けてるのに、今まで手がかりすらつかめんかった。そんなあいつがレイちゃんには姿を見せた。それでレイちゃんに提案があるんやけど。なんだ、一緒に行動してくれる？もしかして少しの間、お、うちと一緒に行動せえへん？まあ、来るだろうなとは思ってたけど、結構早いね。断るあんの？いや、一緒にしようよ。そりゃ一度助けていただきましたし、代行者の先輩である心さんが一緒なら心強いです。あ、でもここで断って最後までぼっちで突き進むルートみたいのもあったりするんだかな。ここで一緒に行動して心ちゃんがなんか悪いことになっちゃって悲しむみたいな話にもなったりするのかな。わかんないね。悲しむことで強くなるゲームだからとことん悲しい話いっぱい用意してるだろうし、今後も何とも言えないけど、ちょっと悪い予感はしちゃったかなっていう。まあするけど、それでも。ですが、私には心さんとは違う目的があるんです。おっと、それ以前の問題だったか。わかってる。妹さんを蘇りさせるんやろ。そのあたりの事情は双子の悪魔から聞いたよ。二人と仲いいんだ。いいのか、心は。アナムネシスに襲われたんやってな、気の毒に。でも心配せんでええよ。うちが手伝うだけでレイちゃんに余計な手間はかけさせへんから。心さんはそれでいいんですか？私を優先したら心さんの願いは。うちの願いはレイちゃんとちょっと違っててな、天国を行き来できる権利以上に悪魔たちに望むことはないんよ。この力でアナムネシスを見つけて復讐さえできれば。そういうことでしたら、わかりました。それじゃあしばらくうちらは仲間や。よろしくな。次から次へと。新たな試練を追加しておいたから、その連絡じゃ。本気で妹を助ける覚悟ができたならこちらへ来るがよい。まあさっき一回逃がしちゃって相当怒ってるだろうけど、ちょっとディスコの音が怒っちゃってるだろうけど、それでもまあペナルティ追加するよみたいなことは言ってたとはいえ、する様子は今んとこないから、まあ一回は見逃してやるっていう感じなのかな。怒ってはいるんだろうけど相当。それと心から話は聞いている。次からはあやつも共に試練へ参加するはずじゃ。返事ないの？レイちゃん返事ないの？教頭。たとえどんな試練だとしても。教頭。こっちは任意試練。任意試練はてななんだな。まあ、任意試練は、後々やろうかな。
とりあえず、あ、その前にセーブしよっか。じゃあ、教頭行ってみよっか。教頭。せーの。右手スラッシュ。あ、いる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 。れいちゃん、会いたかったわ。今日もうちのストライクど真ん中や。そんなに好きなの？いきなり抱きつかないでください。そのストライクから外れるにはどうすればいいんですか？牛乳を飲めばいいんですか？身長高くなればいいかっていう。おと？姉ちゃん、二人で何してるの？姉ちゃんは僕だけの姉ちゃんなの。いつの間にそういう風になってたっけ？ちょい待ち、それは聞き捨てならへん。ええか、可愛い女の子っていうのはな、みんなのものなんや。すごくめんどくさいのです。状況がなんかややこしくなったな。それは同感じゃな。それにのんびり話しておる暇もなさそうじゃの。お主らの戦い見せてもらおうかの。楽しみ。早速なんだ。これきっとキャラ切り替えできるんだよね。心仲間。心仲間って。まあなんかね、あの両手です、あのファイティングポーズ取ってたから、そういう両手での戦闘なんだろうけど。攻撃範囲が狭く一度に複数の敵を相手するのは得意ではありません。なるほど、十字キーでキャラ切り替え。前のキャラクターが受けていたダメージ量に応じて交代したキャラクターの攻撃力が一時的に上昇。へえ、だから悲しくなればなるほど強くなるっていうのを反映してるんだ。そこも面白いね。攻撃受けるとダメージの一定割合が HP の赤いゲージで残ります。控えている間徐々に回復できる。控えのキャラクターが獲得する獲得する経験値は 80%。 へえ、一応控えてても経験値は獲得できるんだ。それはありがたいね。じゃあちょっとやってみっか。いくで。ほい、あ、高っ、火力高っ、やっと。なるほどね、よいしょ、火力高いっすね、心さん。そして早速分岐なんですが、こっちですか。はい、やっと。せっかくだから今回は心でいってみっけど。いやでも雑魚狩り向きではねえな。もちろんそりゃそうなんだろうけど、雑魚狩りが好きな、レベリングが好きな隊長さんと、なんかいる、知らん、お前誰。てかそうだよ、スキルが講師の子、一戦の方、断罪の刃、一応技あるんだね。よいしょ。あらららら、なんか異常付与だってよ。ちょ こんな囲まれたらきついっしょ、心ちゃん。なんか異常付与できてるから、あいつ来てまだ来ないけど。せーの、おい、危なかった。これはおお、結構火力高い。おぶれ。今のうまいんじゃない。はい、よいしょ。こう対マン勝負になったら多分心つっちゃん強いんだろうな。うん、てかだいぶ雰囲気違うね、今までのとこと。あ、ちなみに心ちゃんが入った状態でショップは、ご利用は何？特に何もなかった。あ、銅がある。銅欲しかったんだよ。もういっぱい買っとこう。あ、あれ、あ、書いてね。ああ、じゃじゃじゃ、思考のかけらどう欲しかったんすよ。またのご利用。それでね、強化できなかったんだよね、今以上に。まあ今後いっぱい手に入るようになるだろうし、わざわざ買う必要もなかったのかもしれないけど。
まあまあ強化は早めにしといた方が後々楽になるからね。はっ、て、ああ、やっと来た。あのまださ、最初の1個目のマップなんだけどさ、ここやんのに5分10分かかってんだけど、クソ広いんだけど、ちょっと全体回ってたら大変、急に大変になるじゃん。びっくりした。次行こうか。おっと、ココロさん、ちょっと休みませんか。疲れちゃってる。なんや、もうバテたんか。さては文化部やな。うちは大学で空手サークルに入ってたからまだまだ元気や。文化部以前の問題だけど。レイちゃんは学校で部活とかしてるん？帰宅部です。幽霊部員でした。マジか、帰宅部に幽霊部員とかあるんか。そういう、そもそも学校に行ってなかったので。うちがこんなこと言うのもあれやけど、行けるなら学校は行っておいた方がええよ。うちちょっと事情があって大学を休学せんとあかんようになったから。あの、聞いてもいいですか。休学の理由か。大したことないよ、子供ができたんや。いや、そこそこ大してるよ。え、ココロさん、もしかして結婚してるんですか。ちゃう、席は入れてへんかったよ。お互いまだ大学生やったし。そろそろ休憩は終わりや、行こか。もしかして子供をやられた、アナムネシアに。えい、それだったらそこまで復讐の飛んでる理由はわかる気がするな。まあそれか、その、この子供作っちゃった彼氏なんだかなんだかがやられたか。でも子供な気がするな、今の言い方な感じすると。ああ、いやー、まだ何箇所か通り切れてない場所あるんだけど、広すぎて戻る暇ねえな。なんか戻る気力がねえ。これ後でプライベートでレベリングしながら後で来た方がいいな。疲れちゃう、いちいち言ってたら。いや、落ちて。気をつけや、ディオゲネスが警戒したる。強力な勇気や。そしてイベント入るんか。こいつマジで、こいつすげえ体力高いのに平気で2体3体で湧いてくるからすげえ大変なのに。こいつの勇気バージョンいるのかよ。いや、そりゃいるか。面倒だな。我が主よ、揺るぎない意志を剣に込めよ。何？連続で攻撃が続けてるシーン。まあそれはずっと右下にあるね。ああ、今さらそれをチュートリアルで出されてもって感じなんだけど。じゃあ行こう。じゃあ行くか。よいしょ。使ってやる。涙よ、ルテーシ、希望の星へ。反対。なるほど、もっとだけんだよ。せっかくかっこよく決めたとこだろうが。貫け、あぶねえな、まったく。せっかくかっこよく決めたと思ったら吹っ飛ばされたんだけど。殺さないで、二度も死にたくない。レイちゃん、騙されたらあかん。だからお前が死ね。お、やれるようになった。吹っ切れたみたいやね。私が迷うと未来が悲しみますから。それにしてもこの辺国、大学か。見覚えがあるとは思ってたけど、やっぱりそうなんか。ルーちゃん、一度戻ろうか。
え、急にどうしたんですか？ちょっと気分が悪いだけやから頼む。あ、わかりました。大学のキャンパスっぽいもんな。セレマ。ただいま、セレマ。セレマ。セレマ、わしゃわしゃ。心さん、様子がおかしかったな。私が心配するようなことじゃないのかもしれないけど。通話できるの？へえ、うん。それがあれか、最後のあはてなのとこか。誰か。ああ、邪魔。聞きたい気分です。あ、じゃあそれで聞かないとダメなんだ。とりあえず浄化しよう。涙の辛さを知ったから。オッケー。強さもあるはずだから。とりあえず、そう、思考のかけら、銅がゲットしたから、これ、ロック解除しないとなか。あれ？装備してるからダメなのか？ん？装備してる方を先選んだら？あ、いけるね。これで、強化。これで最終進化かな？この思い。オッケー、エンド。月界調合。いいね。これで強くなれた。少し整理しましょう。こっちは今持ってないのか。あ、じゃあこれ、あれだ。あの、ココロちゃんの方だ。ココロちゃんはココロちゃんで、二つ、まだ、二つしかないんだ。こっちしかない。防御の方もしたいけど、ちょっと整理しないとこれ見づれな、すげえ。過去の思想があるから。今本は心を解きほぐしてくれます。 OK、 これで2人ともエンドにはなった。で、変容したいんだよな。変容、変容、これだ、心ちゃんのやつ。これで何がつくかな。1個目、なんか赤い。変えたいことがある。魔法攻撃 10% はいらんな。あ、でも上書き後でできる。まあ何個かしてみよう。あ、物理攻撃10は、むしろ逆だよな。ってか、そう、むしろ、ココロちゃんの方が火力高いんだから、これを、一回適当なものにして、これを、こっちにしよう。だから、レイちゃんの方の思想を、どうにか変えたいんだな。あ、でも魔法？レイちゃんの場合魔法攻撃もするしな。これとこれね、一応するしな。そう考えると別に悪いもんではないのか。まあ、ちょっとそこら辺ちょっといろいろ試行錯誤しながらやってみっか。一旦セーブして。おやすみなさい。結構やったな今日。さて、ちょっとだけレベルを上げて、二人とも16になりました。で、レイがね、なんかパワースラッシュっていう技を覚えましたね。なんか一泊のための後前方へ吹き飛ばす強力な一撃らしい。まだ、今さっき覚えたばっかだから使ったことないんだけど、先にね、この任意試練っていうのちょっと行ってみたいんだよね。ちょっと、任意試練の方に先向かってから、ちょっと、話そうかなと思います。レッツゴー。命をかけて。さあ皆さん、ご一緒に右手をスラッシュ前へ。あ、任意試練だけどなんか違うもんなのかな。あ、いや、なんかここ見覚えある気がする。形一緒。んパパ、なんだ、ママ、なんだ、いっぱい出てくるとか。勇気が、あ、なん、そんな前のステージだから敵自体は強くはないけど、なんか勇気がいっぱいいるね。
よし、じゃあちょっと打ってみよっか、パワースラッシュ。貫け。あ、これじゃねえわ。間違った。さあ、じゃあちょっと打ってみます。パワースラッシュ、今度こそ。よいしょ。あ、次よ。結構範囲もでかいから結構強そう。てかね、使ってて思うのがね、心使いづらい。あのね、まあ これは好み、好みの問題なのかもしれないけど、レイちゃんがねめちゃくちゃ使いやすい。バランスタイプっていうのが一番でかいんだろうけど、使っててね、まあ、ボス戦だったら多分下手したら心ちゃんの方が火力は高いからやりやすいのかもしれないけど、こうやってダコ処理レベリングしながら戦う際はね、全然レイちゃんで十分。マジでやりづらかった、さっきずっと使ってて。あれ、ここ逆走してる。もともとここあるよね。そっちがスタートだったはずだけど、もともとは。まあ、雑魚処理、こうやってレベリング作業するときは、基本的にレイちゃんしか使わないかなーっていう感じかな。まあ、スキルがね、まだね、魔法攻撃力が低いくせに、魔法2つで、アタック技がね、これ、一点突きのこれしかないっていうね。めちゃくちゃ使いづらい今のところ。だからまあ今後に期待って感じかな。今のところは全然レイちゃんでいいやっていう感じかな。でも、もうエグジットじゃん、話してたら。え、全部通ってねえな一箇所。戻るのめんどくせえけど、いい。優秀代行者、うん、こんなんでいいのならいいんだけど。まあ、本当に、思想、断末魔、断末魔集めがはかどるよっていう感じっぽいね、完全に。なるほどね。涙の辛さを知ったから、得られる強さもあるはずだから。